け、ほら。1.5メーター先の手には取ってるんですが、見れないね。もう手にとカメラの距離は10センチ。カメラが木にぶつかったけど見れないね。人は泣いてくれりゃいいんだけど、泣くには違和感があるんだろうね。逆のこういう使い方もいいね。この方法で木の高いところにいる虫取れたら面白いな。逃げないね。結構体見えても逃げるのにな、この線。なんでだろう。その代わり鳴かないね。さっき鳴いてたやろ。オスでしょ。違和感もあるんだなぁ。ほら、これ木に今ビデオカメラなすりつけてるんだけど、それでもいいな。ふふふ、面白いね。あ、この上にもセミいた。なんでこいつは逃げないね。あれ、ここにもいた。なんで、全然逃げへんじゃん。こいつビデオカメラ当たってたんやったっけ。どうしたら。飛んだ。触ったら飛ぶか。飛ばない飛ばない飛ばなかない。もういいや。はあ、でした。いい。セミいっぱいいるね。これ飛ぶ準備だな。とりあえず僕の顔いらないね。これもやかましいやつかな。食べへんねんな。
な、この人は。面白いな。泣いてた子は多分、あ、泣いた。ほとんどすぐ泣くんだな、また。面白いね。この子はメスかな。これメスかな。酸っぱいね。泣き足りんって感じやな。面白いなぁ。面白いな、このセミ。回って泣き始めた。いっぱいいるんだろうけどね。うん、いっぱいいるわ。で、いろんな泣き方をするね。今、上の方でカラカラ、カラカラって泣いてるのも。同じセミだろうし、今ここにこの子はメスかな。ハグロゼミの方が飛ぶのは飛ぶんだけど、どこだ。結構ザトウムシのお兄さん、この枝だ。違うのか。飛んでる。ん？わからん。飛んで移動したらなんかすぐは鳴かないようなイメージがあるんだけど、ちなみに鳴き殻だね。鳴き殻がありました。ちょっと鳴いてたの、この同じとこで。あ、あれだ。違う個体が鳴いてんのかな。わからん。ちょっと乱暴な敵だな、僕も。やめた、帰ろう。